はい、どうも、こんばんは。教師部です。髪の毛を切って、ちょっとスッキリしてきました。で、僕の髪を切ってもらってる美容師さんが、海外ドラマすげえ見てる人で、最近面白かったのないっつったらですね、まあ、ネットフリックスでも見れるんだけど、ブラックリストっていうドラマがすごい面白いと言ってくれたんですね。で、今、ちょっとね、帰りがてらも第1話を見てしまったんですが、超面白いよ。だからこれでもハマってずっと見ちゃいそうなんで、適当にね、暇な時に見ることにします。今日は1話で止めとこうと。できるかな？多分、やってみます。というのも、あさってがもうアベレージのアベフェスですからね。皆さん、楽しみにしておいてくださいというわけで、絶好調でございました。はい。